皆さんこんにちは。 Do it yourself 自分で作ろうへようこそ。今日は皆さんに新しいドーナツのレシピをご紹介します。今日はヌテラ、ドーナツ、そしてイチゴを使います。それでは早速作り方をお見せします。今回用意するものがこちらです。まずはもちろんドーナツ、イチゴ、そしてヌテラです。作り方はとても簡単です。ご用意したドーナツをこのようにナイフを使ってこの切り方で2つに分けてください。用意したドーナツを同じようにすべてこのように切っていきます。上と下に分けました。それでは次にこちらのヌテラを使っていきます。ドーナツの下のところにヌテラを塗っていきます。その上にこのように薄く切ったイチゴを乗せていってください。それでは最後にドーナツの上の部分をイチゴの上に乗せてください。これで完成です。こんなに簡単に美味しいドーナツができました。いかがでしたでしょうか。今回のビデオを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。皆さんのご意見、ご感想、新しいアイデアなどもお待ちしています。ぜひ下のコメント欄にお書きください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。